2007年シーズンが終わり、バレンシア GP 決勝翌日に毎年恒例のジャーナリストテストが行われた。1993年の最高峰クラスチャンピオンであるケビン・シュワンツが鈴木の GSVR でバレンシアを走行した。1994年の GP 引退以来、久しぶりにファクトリーマシンをライディングする姿を見せたケビン。長い手足を使った独特のライディングスタイルは未だに健在である。今回のテストには AMA スーパーバイクチャンピオンベン・スピーズも参加し、ケビンと共に GSVR を試乗した。将来的に MotoGP へのステップアップも噂されるスピーズ、当然その走りも注目が集まる。ケビンは走行後 GSVR、 そしてスピーズと新たにチームに加わるロイス・カピロ氏について語ってくれた。